ちっちゃくね。デスクトップ音声がでかいか。こんなもんか。ごめん、もう一回、もう一回。いつもこんな張り上げてないからな。ちょっとデスクトップ音声下げるか。いまだに正解がわからん。10くらい？マイナス10くらいにしとこうか。こんくらいで。よし。では。なんかぐるってるチャットが、ちょっと。どうも楽勝です。テイルズ・オブ・アライズをプレイする第2回目。やっていきたいと思います。このゲームの配信は、テイルズ・オブ・アライズのネタバレ等を、含みますので、見る場合も、視聴する場合は十分注意してください。はい。では、前回、操作忘れちゃったな。そのグラニード城、グラニード城に住むここの国の領主さんを倒して、まあ奴隷解放みたいなのを成し遂げたと。じゃあ次は別の国に行って奴隷解放しようぜみたいなノリだった気がしたりしなかった。ちょっと待ってな。名前がね、どうもまだ出てこないわけですわ。DLC にびっくりマークついてたから、これどうせお金かかるんでしょ。火の国のスルド、ビエゾ、これだ。火の国の、領主さん、ビエゾさんを倒して、この国を解放しましたよ、と。ってしてたら、なんか別の女の子がよその国から、のこのこ歩いてきて、ちょっと、うちも助けてくださいまし、みたいな感じのノリで言われたから、ああ、いいよ、行ってあげるよ、みたいな感じでしたね。では、いざ行かん。シスロディアへ。まあ、名前的に、風か水だろうな。風か水の国、そう読んでる。行ってみよう。敵は見つけたら倒す。リハビリも兼ねて。おお、パーティー3人になってる。倒したぞ。小物に時間はかけてられないわ。はい。パーティー3人いると楽だね。俺にも月が回ってきた。下を降りて宝物が取れそうだ。あの向こうに見えるのは何だ。城か。ビエゾとは別のスルドの城。どこ？どれ？あれ？当然か。あれか。あれがシスロディアかな。いるんだったな。まだ先は長いわ。そう、領主さんがね、5人いて、5人それぞれなんか国を作っていると。なんかそれを全員ぶっ殺して、なんか奴隷を解放しようぜみたいな、なんかそんなノリだった気がします。主人公この銀髪の人ね、アルフェンとかいう名前で、それがこの男の人の目的である。この女の人シオンの目的は、この領主さん5人倒す。倒した後何するのかはちょっとまだわからない。まあ、なんか目的がちょこっと一致してるから一緒に旅をしてますみたいな。ノリ。そういうノリ。リンネルだな。よろしく。その白いのをずっと連れてるのか。白いのじゃなくて、フルル。フクロウの子、フルル。フル！フル！このリンネルってのが多分あれだね、別の国から来た。もう一発
状況が逆転したらそのようだ。別の国から来た助けを求めるどんどん存分に力を振るいなさい。また一つ乗り越えたな。ああ自由の味はどうだ悪くない。この主人公は結構奴隷としてね結構虐げられてたもんだから今気持ちいいらしい。奴隷という意味じゃなくなった。終わりだ。アンカーはい、はい、上からの物言い不愉快だ。このド派手な戦闘がいいよな。テイルズはブンブン片付いたわね。あの行きましょう。あストレス発散。問題ない。戦闘も最初は難しかったけど慣れてくるとそうでもない。まだいけるな。ゴミ石の戦闘もいいね。あら縁もまだ使用着とかがね解放できればもっとねかっこいいんだけど、使用着見たさにこのゲームやってるみたいな。いじめられてる黒が。あれは仲間思いだね。助けてあげようか。こっちに気づいた。飛び回るズグルか。厄介だぞ。さっきからいただろ。私には関係ない。なんで初めてみたい。しよ。撃ち落とすからその隙に仕留めなさい。まあ、なんかまたチュートリアルだな。おそらく。シオンタソが銃で落としてくれるからなんかしろみたいな。飛び回る敵も撃ち落としてしまえばプルに足らないわ。分かった任せてくれ。チュートリアル囲まれているぞ。冷静になれ。君は地べたがお似合いよ。決めてやる。あのズーグルども何を襲っていたんだ。赤フクロウだろ。あ、こいつはかわいい、ね、え、ああ直してあげてんのね。何怪我してるから。いや優しいじゃん。ついでにしただけよ。倒さなければ先に進めそうになかったし。ツンデレな。何が気に入らないのか知らないけど私に触らない方がいいわよ。頼まれたってリンウェル。こっちのね3人はねやったんだぞ。その奴隷側なわけよ。魔法を使えない搾取される側の人間、ひどい目に遭わされてきた人間。この魔法を使って回復させた女は搾取していた側の人種だから。なんだか会話してるみたいだな。喜んでるんだと思う。まああんまり信用できてないらしい。この袋にあったの多分初めてだからもうフルル以外にいないのかもって思ってた。たくさんいるぞ。もう5匹くらい合ってるから。ハウ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 。せっかく会えたのに。現にまだいたんだ。またどこかで会えるさ。処刑、うん、そうだね。今のところこの短髪が一番好み。フル嘘。やっぱりこの一番白い袋が一番好みかな。力の差も測れなかったね。かわいいです。シオンタさんあんまり好みじゃない。素直じゃないから。休憩するか。国境を越えるつもりなら準備は入念に。アイテムバイク。アップル組はたくさんあるからな。武器作成。こいつ武器も作れるんだ。どうしたの？どんどん下げよう。武器を作る。大して作れない。じゃあいいです。野営しますか。野営したらなんかね、なんつうの、
キャラ同士の会話みたいのが見れたりするから。なんだジロジロ見て。あなたの格好はダナの戦士なのかしら。そんな大層なもんじゃない。使えそうなものを使って使いやすくいじっただけだ。シャレたジョーちゃんに見られるとちょっと気恥ずかしいがな。いえ、右側に比重を置いているのは利き手だから。何でも気になるんだな。が戦いばかりでいろいろガタが来ちまってるってのが本当のところだ。そうだったのね。右肩下がり、ね、走行を厚く。なるほど、あなたも戦いのことばかりね。姫撃墜、じゃあ撃墜姫。シオンはよく毎回あんな風に銃を撃てるな。どういう意味。俺は力任せに叩きつけるだけだ。それに比べてパワー系男子なんていうか、その性格だ。別にそんなこと、単に銃がそういうものだっていうだけ。当たらなければ何の意味もない。こいつ可愛げがないんだよな。やっぱり意識して狙う急所とかあるのか。それほど意識しているわけじゃないけど、例えば飛んでいる敵は翼を狙うことが多いわね。あと翼もないくせに飛び上がる敵もいい的ね。避けられる心配がないから当てやすいわ。あなただって自由に飛び回れない敵の方が仕留めやすいでしょ。ああ、ひらひら好き勝手飛び回られるよりずっといい。戦いで敵の動きを封じるのは基本よ。まあな。おかげでうまく気絶させてくれた時は素材とかも奪いやすい。本当に助かってる。別に礼なんていらないわ。ちゃんと戦ってくれればそれでいいから。なんかどうしてもね、マイクノイズが入るんだよな。俺が喋ってない時もマイクの音量入っちゃったりしてんだよな。これオーディオインターフェースの置き場所が悪いのかなと思って。PC の上に置いてるからさ。なんかこの PC の振動拾ってんのかなと思ったけど、置き場所変えてもやっぱり音鳴るっていうか、ノイズが入ってる気がするな。昨日のアーカイブとか見たらなんかすごいなんかブツッ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 と音声入っててさ、非常に不愉快でした。時々ああなるんだよね。ダナとレナ、これ読んでない。なんで私がこんなこと。もう少し愛想よくできないのか。その必要があるとは思わないけど。このダナってのが奴隷として一緒に行動するんだ。虐げられてた民、わざわざ空気を悪くしなくたっていいじゃないか。レナっていうのが奴隷としてダナを虐げてた。忘れているなら思い出させてあげるけど、このうさ耳のやつがレナの一族。私たちが行動を共にしているのは、他は全員ダナ。純粋に利害の一致のためよ。それでなければ私だってダナの奴隷となんて。俺は奴隷じゃない。俺は戦うことを選んだ。奴隷であることをやめたんだ。ちょ待て待て待て、これ何の。いいか、俺は奴隷じゃない、分かったか。怒鳴ったりしてすまない。だが二度と言わないでくれ。いいか。分かったわ。オッケー、なんとかなった。なんか PC のプロペラになんかが挟まってたっぽいな。最悪だよ、スキット全然スキットに全然集中できなかったよ。 PC から変な音し始めたから。こんなもんかな、読んでないスキットは。では次行きましょうか。料理はいらない。おやすみみんな。おやすみ。十分休めたな。ほな行きましょう。進もう。あ、いるじゃん。フクロウ。フクロウの見つけ方。鳴き声が聞こえたらフクロウが近くにいる証拠。木の上や箱の中など
怪しい場所を探しましょう。袋を見つけたら近づいて画面の中央にトライで調べましょう。まあ、なんかコスプレアイテム、あ、コスプレアイテムみたいなのがもらえるんだな。ここにも袋。今縁眼鏡もらったけど、縁眼鏡をつけるとこういう感じで、なんかディレクターみたいなね、売れない。あ、俺好みじゃないから使いません。今のとここの愛想のない女にうさ耳つけてるくらいかな。コウモリウルバンガン靴かな。靴で合ってる。怖いね。ここを抜けるのね。どうしたんだ。かわいい白い袋。ああすまん。木炉。それ指輪。女房の形見だ。あ、女房ってあんた結婚してたのか。おかしくない。意外か。形見ってことは亡くなったの。そのレナのせいで。いや病気だ。薬が手に入らなくてな。あっけないもんだった。悲しいね。あいつにも見せてやりたかった、この先の世界をな。ジルファ気にするな。言っておいてなんだが別に珍しい話じゃない。まあそうなんだよね。こいつら奴隷だからね。敗戦国だから、まあ、そんな取り立て珍しい話ではないんだろうな。悲しいことに。ウルバンガン靴。そう、階段や柱。どういう場所なんだここは。俺もここに来るのは初めてだからな。レナの輸送隊もここを使っていたんだろうが。にしては随分ボロボロじゃないか。シオンは何か知らないのか。知らないし興味もないわ。知らないし、うん、ここダナの遺跡だよ。ほら柱の装飾とかさ、大昔のダナの衣装だよ。全部靴だ。つまりここは300年以上前に作られたということか。そうなんだ、うん、遺跡か。何のためのものかまではわからないけどね。俺たちの先祖もこんなものを作るくらいの力があったんだな。いつかまたダナの人たちがここを自由に行き来する日が来るんだろうか。しっかりしろ。そのためにお前は戦っているんだろうが。そうか、レジスタンスだね。そうだったな。そこの女の子は、ちっちゃい女の子、袋を連れてる女の子はこれレジスタンスに成功したっていう噂を聞きつけて遥か遠いから会いに来た。っていうのが調子に合わせたらしい。何よくやめて。強くない。魔王エンリカ。バーンスラッキー。そう愚問ね。よし愚問ね。あら縁を任せた。腕が上がったかな。そうでないと困るわ。ああ答えてみせるさ。そうでないと困るわ。ポポポポポポ。イビルスタチュースタチューオブリバティ魔王演劇か。かっこいい。ダンクーケンハゲロウ。ダンクーケンハゲロウ。魔王エンリカ。どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。楽しんご。まさか石像のふりをするズーグルがいるなんて。ズーグルは自然の生き物じゃないらしいからな。他にどんなのがいるか想像もつかない。油断するなってことか。賢いやつだね。賢いや。あれちょっと待って、俺帰ってきてる。もしかして帰ってきてる。気づかぬうちに。
高校うんちだからね。ワイは地図とか読めんし。どや。ずいぶん冷えるな。ね、寒いよね今日ね。外はあんなに暑かったのに。雪降ってたよ。多分シスロディア側の寒気のせいだと思う。あ、氷かな。カラグリアとはまるで違うよ。覚悟しておいて。ほらほう。そいつは大丈夫なのか。フルルはもともとシスロディア生まれなんだ。かわいいこいつ。多分緊張しているんだと思う。私以外の人とあまり接することないから。リンウェル、シスロディアについてもう少しこいつらに教えてやったら。マジで名前覚えられない。あ、横文字苦手すぎるち、うんね、まず他人に気を許さないこと。なんだって。言葉通りの意味。どこに蛇の目がいるかわからないから。あ、蛇の目。向こうじゃスルドの手下をそう呼んでるそうだ。そうらしい。本当は観察局の執行隊って言うんだけどね。どこにでも手先を潜ませて私たちを見張ってる。いちいちダサいね。蛇。レナの監視ならカラグリアでも普通のことだったぞ。紅のカラス、漆黒の翼。シスロディアじゃレナ人だけでなくダナ人もお互いに見張ってるんだ。え、人が人を監視するみたいな。奴隷が奴隷を監視するシステム。蛇の目の下で働くやつからただの密告者までいろいろだけどね。ただ密告されたが最後強制労働行き。申し開きなんて聞いてもらえない。悲しげ。でも密告した方はご褒美にありつける。なるほどね。だから相手より先に密告しようとみんなお互い隙を伺い合ってる。醜いね。それで他人に気を許すなか。俺たちはいいのか。それはでもアルフェンたちはシスロディアの人じゃないし。君はすぐ騙されそうだな。地元よりよその人間の方がまだ信用できる。悲しいね。シスロディアのダナ人はなぜそんな状況を受け入れているんだ。誰もが戦えるほど強いわけじゃない。そうなんだよ。みんながみんなお前みたいな人間じゃないんだよ。だから俺たちみたいなのがいるんだ。かっこいい。こいつ大人でいいわ、考え方が。手記。お前は嫌い。上に行ける。こっちは行けない？お魚さん、多分船。サーモンゲッチュー。なんだかんだサーモンが一番うまいからね。魚でね。職場の人となんかうまい飯についていろいろ話してたんですよ。なんか高級食材でフグってあるけどあれうまいね。傷を負ったら言いなさい。フグは本当にうまく食うためですね。フグがうまいんじゃないですか。ポン酢がうまいんですね。決めて。はい。魔物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に。フグは食感を楽しむもん。邪魔ないな。ナタデココみたいなもんよ。高い。高いのが問題なの。油断しないで。言われなくても。危なれ。14レベルももう物ともしてない、ね、また一つ乗り越えたな。ああ自由の味はどうだ。悪くない。自由の味はどうだ。悪くない。
使ってくるこのステータス異常系の敵はちょっとうざい。油断しないで。言われなくても。炎を巻き込め。魔王演劇か。魔王演劇か。バーンストライク強いね。俺にも月が回ってきたな。ダッシュジャンプだね、多分。いや、金、緑、原石、剣、対、鋼。右にも行ける。右が正しい道っぽいな。じゃあ左行こう。こいつでどうだ。お、春雷かっこいい。新しい技覚えたんご。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。はい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 。春雷覚えたぞ。春雷この調子で行きましょう。神雷だった。春雷だった。春雷、雷をまとった月で瞬時に上空へ移動する特技でした。春雷でしょ。まずはあららららららら、あらら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 、あらら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 ら。あ、流星人おもろいね。春雷からの流星人、ザザザザザザン。ありだね。あ、でも魔王を演劇派につなげられないんだよな。くそ。もうそんなにいらないのにな。他のアイテムが欲しいんご。何かしようと思ったんだけど、スキルパネルだ。328322。ジャスト回避緩和、空中ダメージアップちょっと欲しい気もしなくもなく。あ、鳳凰天空覚えたいな。まず鳳凰天空だわ。これはシオンタソはトキシクスかな。敵を毒状態にする。下から何ですかって。敵を蹴り上げ銃弾を打ち込む。あ、空中ダメージな。あ、これありだね。空中の敵得意だもんね。あ、炎症時耐久力アップも大事か。シオンは炎症時耐久力だな、まずは。どっちも貯金。もうちょっと貯めようか、スキルポイント。遠いな。いいの。どこからでも来た。だけだ。かっこいいだけでこれあんまり使えない。使いづらい。よし、いい感じだ。信頼話やボトル、状態維持を回復の薬です。面倒そうな相手が
痛いこいつ行かないから。いやー足んないか。あざーす。キュアポイントめっちゃ使ってるやで。大したもんだ。キュアポイント回復しろっていうことね。うわ、そんな持ってないんだよな、オレンジ組、俺。あんま使いたくないかも。貯金、貯金。まっすぐかな。なんかいるなぁ。怖いかも。もん。加減を見誤った。HP は入ってない。明らかに他と違うな。あれは無理。あれは無理だけど、後ろのアイテムは欲しい。無理か。無理か。これ無理？これ本当に無理かな？あ、無理だ。レベル15だよ。でも。油断。ちょっとセーブしてから言われなくても殴られる。太陽のどこかに橙色に輝く霊石を持つこと、霊石じゃコアか、コアを持つことがあり、一定のダメージを与えることで破壊可能です。破壊するとコアブレイクとなり、その敵はダウン。敵によってはこの弱点を直接攻撃するターゲットにすることが可能です。ダウンしてる。マジンケン春雷かげろかで、ちょっとオレンジ軍使おう。炎よ、炎よ、いや、ワンチャンかける。炎よ、これさ、多分なんだけど、この殴ってるやつ、決めたい。こい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 、これで終わりだ。傷を治すわ。殴ってるやつ HP 表示されてないってことは死ぬことないんだよ。巻き込め、玉切れよ。だからこいつがいる今、リカバープリーズ。リカバープリーズ。この球、刺激が足りないな。あの動き、大技が来るぞ。大技？わあ。治癒の必要。待って、回復してくれよ。勝てそうだね。
は認めたか。別に認めてないわけじゃない。はい、終わりだ。受け取れ、流星神だ。炎よ、巻き込め。マグナレイ、僕の力で。終わりだ。流星神、いい感じで避けてる。終わりだ。流星神、ほい。ほうほうほう。倒せるんじゃないか。戻れば。所持している最大 CP が10上昇する。不思議な花。持ってるだけでってことか。おー、いいじゃん。標的を倒すとコア花、コアか清涼か、ちょ読み方わからん。コア花のしは CP の最大値を上昇する。使えばってことかな。特定の場所では巨大なズーグルが徘徊している。非常に手強い相手ですが、撃破できれば貴重なアイテムや大量の SP を入手。シオンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。すごい、珍しく褒めてくれたシオンが。オニキスメイル。これは何だ。それ本で見たことある、貴重なものだよ。お前物知りだな。何それ、照れてる。オニキスメイル。あ、まあまあ防御力上がるぞ。いいじゃん。いいぞいいぞ。ガーネットクローをやめてフィートマークにするじゃん。で、こっちストライクマークにするじゃん。完璧だ。いや、ストライクマークにしよう。こっちをフィートマークにしようか。これでいいんじゃない。ちょっとアイテム使いすぎちゃったかな。右に行く必要はないんだけども、一応。なんかアイテムも。手ごわそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。惑祭神。爆祭神覚えたよ。爆祭神は血はでもあんま効かなそうだよね。炎じゃないこいつは。効くのは、それか弾空か風か。まあ、マジイケ見せれるか。全力でいけそうだ。スタイリッシュ。きつくなったら言えよ。こっちはこっちで敵いるな。面倒そうな相手です。これでも回避も一緒になってるから、攻防一体で来るのがすごい。一瞬だ。うまくなってる。はい、で魔王。これでストライク。その調子で続けなさい。言いたいことでもあるの。消耗が激しいわ。一度体勢を立て直すか。ああ、CP がないってことね。まあ、でももうすぐゴールだから、ちょっと我慢して。剣、体、攻、筋、力、原石。回復できないって。で、ここに戻ってくるってことね。なんか戻ってギガントモンスター倒しに来てえな。
今だったら可能なんじゃないか。アップルボール。これ動くね、絶対 100%、 120%。 手ごわそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。ごめん、下げろ。魔王を援護。ごめん、たまに決めてやる。流星人炎の毒弾魔王空砲。下げろ。魔王援護か。はい、あ、出た。シオン、爆破娘。多分あれだね、あの爆弾をたくさん使ってたからだね。自分が吹き飛んでいる時に R2 で発動、受け身を取ってダウンせずに着手。お、強いでしょ。やぶいじゃん。あ、方向転換覚えたいんだよね。魔王演劇館もいいからさ。オーディンクかっこいいじゃん、名前が。ただそれだけ。もうちょっと貯金しなきゃ。あんまりじゃあスキルポイントくれなかったってことだね。回復には期待しないで。ああ回復させられないよって言って。アップルルに使うか、たくさんあるし。はい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 。雪雪休みに持ってこいの天気。いや寒くて外出たくねえよ俺。大雪に望む。大雪で明日の仕事休み基本。決めて。おお。力の差も測れなかったのね。すげえ寒かったわ。その分早く帰ってこれたけど、そのおかげで。雪止むのかな今日。今日降り続けてくれれば明日も休めるんだけどな。もう少しで出口。そしたらスロディアだよ。仮面ね、昨日なくなっちゃいました。どうした、また考えようか。中からイケメソが。俺たちはビエゾを倒してカラグリアをレナから解放した。いや、そう、それなんですよ。願いは。今度はシスロディアのダナ人を助けようとして。いや、マジでそれな。苦しんでる同胞を助けてやりたいとは思う。でもなんかさっき天気予報見たら、その先のことは小ぶりになってそうなんだよな。どういうことになるんだ。電車が動いちゃったら。いい、かつてならダナはレナを圧倒しているが、武器を取る者は少ない。その武器にしてもレナのものに遠く及ばん。仮にスルドを全員倒してダナ全土を解放できたとしても、まだレネギスとその後ろにレナの本国が控えている。こっちに来てるのは今連中が本腰を入れて反撃してきたら、俺たちに勝ち目はない。たとえ炎の剣がどれほど強力であったとしてもだ。そんな、じゃあ私たちは望みのない戦いを挑んでいるの。明日の敗北のために今日の勝利を捨てる必要はない。戦うことでもう一日生き延びられるならその価値はある。その一日を使って明日勝つためにできることをするんだ。この子かわいい。より現実的な話を。この子かわいいよね。連中がその力があるのに俺たちを一掃しないのは。この子が持ってるフクロウが可愛い。俺たちが必要だからだ。ペットの。だから連中が本腰を入れる前に十分な力をつけ。この子も可愛いけど。交渉の場に引きずり出す。名前も覚えてない。レナと交渉するの。気持ちはわかる。だが俺たちが生き残るにはそれしかない。そんな。
短髪が似合う子は可愛いな。短髪っていうのかこれは。話は終わった。先を急ぎたいのだけど。短髪だね。シオンはどう思っているんだ。すべてのスルドを倒した後は。私たちは同じ目的のために戦ってるわけじゃない。答える必要はないわ。こいつも可愛いんだけどな。ちょっとギスギスしてて苦手かも。もうちょっと可愛げが欲しいかも。着いたか。あ、着いたんじゃない。雪国だ今度は。火の国から。ここがシスロディア。主婦まではどのくらいだ。まだだいぶ先だよ。ズーグルもカラグリアとは違うから気をつけて。雪仕様だろうな。分かった。これは離れず進んだ方がいい。氷の敵ってことは炎の技が効くんじゃないか。今の景色に持ってこいの。密集して襲われても、ね、ぴったり。銃では反撃しにくいでしょ。あなたたちの後をリアルを反映してくれるゲーム。分かった。なんだよ、カラグリアじゃだいぶ打ち解けてたじゃないか。焼いてるんじゃないか。あのね、ここは敵地よ。黒髪の可愛い女の子。いつまでも浮かれ気分に浸ってもらっては困る。こいつ意外に姫なのかもしれない。姫気質。気にするな。あいつなりのけじめってやつだろ。それに考えてもみろ、茨があるあいつに関わろうとする人間が過去にそういたとは思えん。いやどうだろうね。そんな相手に痛みを感じないからってお前は近づきすぎたのさ。そういうものか。あいつは一人でダナに来たんだ。だが一度でも故郷を思う素振りを見せたか。いや。それだけであいつが並ならぬ事情を抱えてるのは分かると。こいつマジで大人考え方が。それを含めて支えてやるのもお前の務めってことだ。かっこいいんだよこいつ。これから長い付き合いになるだろうしな。仲良くやれよ。こういう人間になりたい。仲良くって。さあ行くぞ。でも多分一生なれないんだろうな。別に仲がいいってわけじゃないのは分かったけど。リンウェルか。あの人たち大丈夫なのかな。なんだお前、助けを求めてる人って。リンウェル、あまり前に出るな。いつどこからズーグルが現れるかわからん。大丈夫だよ、来る時だってなんとかなったし。いいから下がっていろ。そんなダメだよ、私が頼んで来てもらってるのに。恥ずかしくない。お前が倒れたら案内役がいなくなる。それに危険を引き受けるのは老いぼれの役目だ。でもかっこいい。お前にはこの国の抵抗組織とつないでもらわなきゃならん。それまで元気を取っておけ。うん、ありがとう。プロ2個。どうやって通り抜けたの。ズーグルに全く遭遇せずに進んだとは思えない。確かに、どうやって来たんだろうこいつは。何黙ってんだお前。何かうまく隠れる技でもあるのか。あ、うん、そうそう。私ってほらこう見えても結構すばしっこいから。なんかフクロウの目でなんとなくわかるね。何にせよ運も良かったんだろうな。嘘をついているのか、正直に話してるのか。すばしっこいね。なんか怪しいんだよなこいつな。これさ、まだまだキャンプ地とかあんのかな。ここか。まあ、じゃあいいか。それにしても山一つ越えただけなのにこんなにも気温が違うなんて。そんな軽装で大丈夫なのか。カラグリアは暑かったよ。俺は見た目の違いしかわからない。くしゃみなんて初めてなんじゃない。自覚できなくても体は反応するんだね。そうか、くしゃみが出たら寒いってことか。くしゃみは風の引き始めというわよ。寒さを感じないならなおのこと体調管理に気を。今のはくしゃみなのか。お前言葉を噛んだだけよ。いや俺のとはだいぶ違ったけど今のは確かにくしゃみ。違うって言ってるでしょ。こいつやってんな。お互い体調管理には気をつけような。お前やってんな。白濃いなこの女。今のは俺感じ取ったぞ。そういうタイプ。こいつやってんぞ。しんどい。
そういうのも計算してやっちゃうタイプだ。いや、むしろ離れられてホッとしてる。嫌いじゃねえよな。安心したっていう意味。誰も彼も見ず知らずの人までが俺のことを前から知っていたみたいに話しかけてきて、正直落ち着かなかった。記憶喪失だったもんね。それだけのことをしたんだお前は。レナのスルドを倒し、炎の門を打ち壊すというな。けどそれは炎の剣があったからこそだ。こんだけ可愛い子がにたどり着けたのだって。あざたいことやりゃ。ジルファたちが。それでもリエスを倒したのはお前なんだ。それに人間ってのは守ってくれそうなものを崇めたが、英雄だなんだと呼んでな。俺はそんなものを求めていない。こいつ切れ性なんだよ。すぐ切れるんだよ。スルドの代わりみたいな。俺は嫌だ。変わっているなお前は。俺も嫌だけど、ね、普通じゃない。本当にそう思うならその感覚を大事にしろ。はい。迷った時はその声に耳を傾けるんだ。そうすれば見失わずに済む。お前が正しいと思う道をな。俺が正しいと思う道。こいつが言うこと全部正しい気がする。レタス。これは左。ああ、そういう感じか。あ、じゃあ一旦右行って回復してキャンプ地で、でその後こっち行くのもやぶさかではない。弱い者いじめは使えない。バス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 。派手な戦闘かっこいい。戦闘してるだけで力がみなぎってくる。ズーグルもカラグリアなどはだいぶ違うんだな。寒い国だからね。それに合わせた種類なんだと思うよ。なら火の属性を使えば有利。ヒントもくれるんだ。やっぱ氷属性には火がいい。まあテイルズは基本そうだよな。これは？あれこっちで合ってる？あ、この先がキャンプ地か。これ。いや、これ降りちゃったらさ、降りてまた戻ればいいかこれ。そうしようか。せーの。まず回復しよう。少し温まっていくか。人がいるじゃん。休めるときに休むだ。仕方ないわね。なあ、悪いが俺たちも当たらせてくれ。うむ。俺は何も問わない。今またお前たちを拒むことはない。ちょっとアルフィン、私の言ったこと忘れたの？分かってる。この国を少しでも知っておきたくてさ。あんたすごい荷物だが何を運んでるんだ？売り物として薬をいくらか、あとは工具、宝石から装飾品を作ることもある。あら、装飾品？ダナでも扱えるものが違う。腰を。ダナでも扱えるものがいるの？あなたの腕でどこまでの貢献が期待できるかしら。なんでこいつこんな嫌な言い方しかできないの？ここは一つ腕前を見せてもらうしかない。彫金屋では採掘ポイントから見つかる鉱石を使ってアクセサリーを作成できる。ああ、なるほどね。鉱石を使ってアクセサリーを作成できる。作りたいアクセサリーを選んだら材料に材料にする鉱石を選んでください。あのうさ耳はね、完全に僕の趣味です。あのアタッチメントとしてつけてます。宝石が備えているスキルで、その数はリアリティによって変わる。ポイズンチェック。あ、1個作っててもいいんじゃないですか。あー、なるほどなるほどなるほど。付属効果が選べると。光
光闇属性、風属性ダメージ。風属性ダメージ。どっちだ。まあ一応これかな。はい。アクセサリーは強化することでレベルが上がり、追加スキルが発動。強化には鉱石やアクセサリーが必要で、これらのレアリティが高いほどレベル上げ。ポイズンチェック作ったパラライ。耐久力、あ、耐久力結構大事かも。ガーネットは持ってる。アレキサンドライト、え、これすごいじゃん。ベアーマークって何？耐久力が上がるやつか。満足か。そうね。まあまあね。見た目はいまいちだけど、使えないことはなさそう。宝石が手に入ったらまた来るかもしれない。それまでに腕を磨いて欲しいものね。高飛車にも程がある。よくこいつは怒んないな。心が広いね。その言葉、心に留めておくとしよう。ああ、リンウェル、俺よりシオンの方を注意するべきなんじゃないか。いや、僕もそう思います。シオンさんが常識に欠けていると思います。言動が。やだよ、アルフェンがいんだよ。ヒエルはね、一度食べて熱量を確保しましょう。まだそこまで腹は減ってない。いつでも戦えるよう真の空腹になる前に適度に食える、適度に食べる。これはその通りですね。ごまかさなくていいんだぞ。腹減ったから食べる、それでいいじゃん。そういうことではないわ。プライドの高さ。あら、まず結構満腹キャラなんだよね。こんなにスリムなのに。でもよく食べる子はいいね。かわいい。ちょっと照れてる。やれ、飯にしよう。よし。ならいいもん作ってやるよ。紅のカラスじゃ定番の献立だ。あー、なんか音だけでお腹減ってきた。いいな。うまかったな。ジルファは料理もできるとか。そうね。そうね。満足できたようで何より。どうした？食い足りない？おう。腹が減っては戦はできん。おかわりをやろうか。もう十分よ。こういうとこ乙女だね。ったく。勝たしちゃいたいから食えっての。しょうがないわね。リンウェル、じとめ。あ、このじとめいいね。その後、シオンが満足するまで、アルフェンたちは3回も同じものを作るのであった。満腹キャラいいですね。シオン、おしゃれさ。最大エイジアップ。スプレッド。あー、スプレッド、水の魔法だね。これ大事かも。あ、でも氷の国だからね、あんまり必要ないんじゃないのかな。シオンはとりあえず、栄翔寺の耐久力アップしてほしいから放置。アルフェンは方天空早く使いたいから貯金。シオン、満足したか？ええ、十分よ。あれだけ食べたら満腹にもなるか。腹八分でやめておいたの。腹八分。いいよね、でもね、本当に。すごい痩せてんのにめっちゃ食う人。鶏肉ね。じゃあさっき行けなかったところちょっと一周してこようか。このルートぐるーって回ってぐるーって回ってこっち。あ、雷？嘘。俺イヤホンつけてるから多分雷鳴っても気づかねえ。停電マジで笑えないね。配信中の停電。また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどうだ。
悪くない。ベリーって回ってアイテム探索して先進みましょう。ワオ弱い者いじめはザンザンザン。え、アイスウルフヘッド、なんかあれだね、ボスか、ボスというかドン。魔王エンリカー、あー避けなかった、カメラワーク避ける、ナイス。ザン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 、はい、これで終わりだ。33コンボ、もっと腕を磨かないと。鋭くはまだ届かないか。ええ、十分すぎるということはない。ちょっと初めてだ。フォーク、どきなさい。トンネル的はちょっと難しいな。しびれろ、画量をくれぞ。行くわよ、終わりだ。さらに撃つかよ。戦闘楽しいね。俺テングズだから好きなんだよね。シオンと俺の技合わせれば何倍もの力になる。戦闘が楽しいから。これだからね、 FF とかドラクエとかあんまりやらないで。それは楽しみだな。あなたが作る、テイルズばっかやってたんだよ。中二病の俺にはぴったりだった。囲まれているぞ、冷静になれ。終わりだ。バーンストライク、マグナレイク、あー外した、最悪。こんなに自由度が高いのは結構珍しいけど、最新作ならではなんだ。はい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 、あー外した。この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。これをして、これをして、魔王を演じるか、魔王をしかまして、どこだ、マグナレイ、どこだ、マグナレイ、どこだ、すまんな、水の使い、はい、ゴーさえ、しびれろ、打ち込め、そこ、くらえ、やっ、はぁ、かけろ、打ち抜く、炎よ、かけろ、マグナレイ、レイザー、はい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 、さあ俺にも月が回ってきたら戦ってる感じがしていいよ。ド派手、飛容儀とかもね、そのうち覚えるからね、それがかっこいいんだよ。アニメーションというかかっこいい。やるしかない。やっと。マグナレイ。決めてやる。行くぞ。行くぞ。飛ぶわけ。次。レンガで。決めてやる。はい。じゃあ。じゃあ。決めて。じゃあ。行け。シャン。受け取れ。シャン。シャン。ざまないな。ざまないな。これで帰ってきた。大したアイテムはなかったな。パッパ進もう。今日で早くあそこまでは着きたい。お城、お城まで行きたい。あ、でもなんかお城まで行けなさそうだな今日。9時半こっちじゃん。え、あ、こっちか、この先か。休憩するか。休憩してこっか、はい、なんかスキットが見れるかもしれない、キャラクター同士の会話が。静かだな。雪のせいだよ。
音を吸い込んじゃうんだ。近づかせても逆に聞こえんわけか。厄介だな。同じダナ人にすら用心しなきゃならないなんて、そんな社会を作り上げたシスロディアのスルド、どんなやつなんだろう。狡猾なやつだろうな。どんな相手だろうと勝ってもらわないと。ずる賢いタイプだ。分かってるよ。そのために来たんだ。なんか新しいスキットはなかったの。さて寝るか。おやすみ。みんな準備はいいか。なんかちょっと待って、ここ広いな。下からだね。こう下あさってこっち行ってズンズンズン。どうもさっさと片付けましょう。はいはい、終わりだ。もらった。バッサイジング。これさ、奥義1個入れたいな。爆祭神からの断空剣で上げてからのカゲロウ。爆祭神断空剣断カゲロウ。いいコンボ。あ、いいし、これありな。まあ、なんか知らない敵いるんですか。怖いんですか。え、こっちに行きたいんだけど、道間違えた。こっちか、こっちだ。こっちでしょ。いるか。しないわよ。はい、決まった。ああ、どうはい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 。属性攻撃力か。アルフェンに属性攻撃力必要なのかな。そこがちょっと怪しいんだよな。この属性のついた攻撃が属性攻撃力というのかどうか。風属性とか雷属性のついた攻撃がちょっと怪しいんだよな。なんとも言えんよ。131、201、若高いね。ちょっとローズマリーは保留にしとこう。分からん、誰に与えた方がいいか。基本的には魔法使い系に与えた方がいいとは思うんだけど。こちらどうぞ。人型の獣バーサーク。こいつ、待て、こいつ強い感じか。なんか強い感じだぞ。炎よ、はい、終わりだ。炎よ、はい、終わりだ。あ、マジかよ。コンボがこいつ重たすぎて自重で落ちてくわ。いや、ダメだこれ。空中のコンボ決まらん。はいはい、ザン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 、魔王の演劇がザン。はい、ストライクストライク、これでグッド。
その調子で続けなさい。言いたいことでもあるの。殴られてキャンセル入った。俺たちが引くわけにはいかんのだ。いかんのだ。終わりだ。それ。力の差も測れなかったのね。レタス。レタス見るとなんかあれだな。モスバーガー食いたくなってくるな。毒あゲド？違うな。毒解析。言葉のトゲ。いやそうなんだよ、こいつね口悪いっていうかね、ツンデレにも程がある。出れないんだよね。邪魔よ。かなりツンツンしてんじゃん。こいつ終わりだ。こっちがイライラしちゃうんだよ。巻き込め。俺に言ってるわけじゃないと分かってんだよ。魔王エニア。素直じゃないんだよ。終わりだ。こいつ行くわ。どこだ。いやそうなんだ。女の子受け悪そう。確かにあざといしな。下手に可愛いってのもまたね。そうなのよ。大したもんだ。こいつよくないよ態度。まあでも可愛いからやっぱ許せるな。悲しいことに。さあ行くぞ。終わりだ。こいつ結構かかるんだよね。ガン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 。やっぱいなくてはならないです。こんなに口悪い女の子。左漁ったこっち、待ってこっち漁ったっけ？まだはしごあるぞ。違うな。こっちだ。下降りてない気がする。この下。ここ。ここ降りてないでしょ。多分。もう見誤った。お、パパラパ。ライフボトル、貴重だね。1個1000円だから。1000円拾ったもんだな。行ってないところは多分ここら辺。ここら辺じゃあ探索して探す。いいところまで進めたいんだけど、できれば城のところまで行きたいんだよな。シスロディアのどきなさい。これはあれだな、ためが長いね。ナイス。カメラワークがむずい。なんか魔物の声聞こえた。リンガー。こいつ飛んでるけどさ、突破するぞ。画面酔いね。あ、ごめん、ちょっと気持ち悪い。もしかしてこれプレイしてるからあんまり気になってないけど、でもちょっとブンブンやってるから気持ち悪いから気をつけるわ。これもただ見てる立場だったら気持ち悪くなっちゃうかも。俺も勘違い弱い方だからな。すぐ打っちゃう。でもこれ気をつけようかないか。どんどん倒すぞ。あ、見てる見てる全然平気。あ、よかった。この調子でいきましょう。ちょっとね、でもブンブンしすぎかも。なんかいい感じに設定できない。確
つらみだね。お画面よりひどいけど RPG というかこれは大丈夫だな今のところ。カメラノーマルリバース、ちょっと待って、あ、これだな。カメラスピードちょっと緩めれば4くらいにするか。あ、5か。ちょっと遅くすれば多分大丈夫か。大丈夫かも。いやでもね、分かる。俺もね、最初 Apex 画面酔いでできなかったもん。気持ち悪くて。あんなところに家が。このくらいだったら多分今のところ大丈夫。人が暮らしているのか。でも分からん。メザイ224。気づいちゃったからこれから酔っちゃうかもしれない。もしかしたら何か聞こえる。なんか争ってる。争っているような。執行隊、蛇の目が来てるんだ。蛇の目、警戒した方がいいと思う。どの道あんたたちは目立つからそのつもりだったけど、住人に密告されかねないから。やらせてるのはレナだよ。そう、抗わないなら嘆くのもやめるべきね。俺もずっと私たちを押さえつけてきた光目のくせによくそんなことが。よせ、怒っちゃった。だってこいつ300年分の恨みを一人に負わせるのは公平とは言えん。あー、こいつ。俺ね、この男派。敬意を無視して今だけで語るな。もうこいつの言葉が全部染みる。あー、その通りその通りと思っちゃう。それで今あの村で何が起きている。でも名前すら覚えてない。多分通報を受けて蛇の目が誰かを連行しようとしてるんだと思う。醜いね。まさか助けるなんて言い出さないでしょうね。私はスルドの首以外関わる気はないわ。そんなこと言わないでよ。アルフェン、お前は何をしにここに来た。アルフェン、何って、この国の奴隷たちを助けるためじゃないのか。ちょっと正義感強い。お前はまだ奴隷か。そんな、違う。なら奴隷じゃない、自由に生きるってのはどういうことだ。覚えておけ。奴隷じゃないっていうのはな、自分の主人は自分、自分で考えて自分で決めてその結果を受け入れる覚悟を持つってことだ。こういう上司欲しい。わかるか。わかる、と思う。同じ説教でもこいつの言葉なら。ならやれ。シオン、聞いてなかったら、身に染みる。私はやらないわよ。分かっている。ここでリンウェルと待っていてくれ。炎の剣なしで行くつもり。ああ、お前がそう言うから。これは俺のわがままだからな。お前が来てくれないからじゃん。わがままって、あなたね。いいこと、私にはあの炎の剣の使い手が必要なの。こんなところで死なれては迷惑なの。じゃあ来いよ。最初から無事にたどり着いてもらわないといけないのに。この2分無駄だったぞ。お前のわがままで。何かのために誰かを犠牲にする。俺たちはそれをやめさせに来たんだ。前に犠牲にしたことがあるの。終わるまで隠れてろ。いいな。お前も戦えよ、そろそろ。くそ、やっぱりここでもダナは虐げられてるのか。メザイ224の状況を確認する。よその国のことなのに。メザイ224、どこの国かなんて関係ない。こんなことはもうたくさんだ。ちょっとあまりにもの、あまりにもの名前じゃない。機械的というかさ、囚人の非協力的な者は不安分子と見なして連行する。おとなしく白い石付きども。石付きっていうのがこの奴隷の人たちね。くそ、この人たち魔法が使えないから。また誰か密告しやがったのか。そこのお前、特殊な石をつけて反抗的態度は予備罪が適用される。お、俺は何も。あ、やめろ。守ってあげたのね。管理されてる石、石を体に埋め込まれてる。マイクロチップを脳内に埋め込まれてるみたいなもんだな。スレド閣下の命令に立てつく気か。現代的に何者だ。炎の剣を使うには村人たちが近すぎる。だがこの敵の数なら。ジルファ、え、
知り合い？お前、ロウか。ロウ。何をしてるの？またイケメン来たぞ。戦うんじゃなかったの？生きていたんだな。ロウ。息子？今更何のようだ。息子っぽくない？髪色ちょっと似てない？シスロディアは不穏分子の存在を認めない。シスロディアは。ロウ。お前たちを拘束する。この髪色好きかも。かっこいいね。まずこういうのは銃使うやつから殺せってマザーが言ってた。魔王演技を逃げないでよ。いやーマジでコンボ決まらん。そうぜ、これいいね。攻防一体でいいわ。瞬代遠距離がいっちゃだるいのよマジで。いい感じに気持ちいいコンボが決まっててもこいつらが邪魔する。氷の爆弾か。ジルファ、演技変わったか。望み通りにしてやるよ。そういうわけにはいかない。お願いします。まずで、これだな。貴様だ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。はい。次は人生だ。ロウ、やめろ。お前を殺したくない。どうしたんだジルファ、なぜ戦わない？あの兵隊知っているのか？息子だろ。手を出すな。息子だろ。何を言って。息子なんだな。償いのつもりかよ。いつもそうやって全部分かったような顔して。ちょ、顎やめてくれよチリバ。顎お前飛んじまうよさすがに。手を出すな。だけどせがれなんだ。あ、やっぱり髪色似てるもんね。今頃思い出したのかよ。避けやがって。見たくもねえその面を吹き飛ばしてやる。反抗期かな。死ぬ死ぬ死ぬ。それ死にます。くたばれ。とうとう力を見せやがった。リベル、今のはこいつ魔術師か。かわいい袋。ロウ、殺しちゃった。気をつけろ、奴らは武装しているぞ。一旦逃げよう。敵の援軍だわ。炎の剣を使いなさい。無理だ、村の人たちを巻き込んでしまう。一旦引こう。なあ、もうジルファ。お前たちだけで行け。ジルファ。あいつを残してはいけない。パパだね。アルフェ、早くなさい。俺たちの戦いはどうするんだ。みんなあんたを当てにして。そんなこと言ってもね。家族が大事だよやっぱり。結局人間は自分が一番というか、自分のために生きるのが一番だから。あれからだいぶ経つのに家族に勝るものはない。誰も来ない。ジルファだけでなく敵の追ってもね。これからどうするつもり？決まってる。ジルファを助け出さないと。正義感強いね。もし捕まったのなら主婦シスロデンに連行されたはずだよ。てかお前戦えよ。だけど代わりに。まさか戦えるの分かっちゃったぞ。ジルファに息子がいたなんて。紅のカラスのみんなは知ってたんだろうか。どうしてあの村にいたんだろう。
あんな偶然あるのかな。どうした。あなたが見せたあの力、え、あれは精霊術よね。シオン、何をするんだ。精霊術を使えるダナ人なんて聞いたことがない。実はレナ人なの。お前レナ人なのか。違うでしょうね。レナ人なら精霊術を使うときに目が光る。ああ、なるほどなるほど。あなたが術を使ったとき、確かに光ってはいなかった。あなたは光目じゃない。じゃ別のやり口があるんだ。魔法を使う。裏技？ワザップ。すまない。教えてくれよ、それ。俺も魔法使いてえよ。あれは、確かに精霊術だよ。レナがやってるのと同じ。私の一族は、あー血筋か、昔魔法使いって呼ばれていたんだって。ダナの魔法使い、そんなもの今まで噂ですら聞いたことないわ。この目で見た以上信じざるを得ないけど。こいつだから使えるのか。それは多分、私たちがレナが攻めてくるよりずっと前から隠れて暮らしてきたからだと思う。レナが来る前から、300年も前じゃん。迫害されたり狙われたり大変だったみたい。同じダナでもか。ずっとずっと隠れて生きてきたんだ。抵抗組織の人にも秘密にしてた。絶対に誰にも知られちゃいけないって、そう父さんにも母さんにも言われてたから。でもさっき使っちゃったんだ。だがそれならどうして使ったんだ。わからない。あの人が死んじゃうってそう思って気がついたら。ジルファはこの子にも優しくしてくれてたからね。情が湧いちゃったんだな。この子も人間なんだな。安心した。ダナの精霊術、レナにとって脅威なのは間違いないわ。おい、だから何わざわざスルドに知らせるとでも。知らん、それは今の私はお前次第だろ。同族にあだなすものなのよ。むしろそんな力を持ちながら使わずに隠れていたことが私には理解できない。それで守れた仲間だっていたでしょうに。おい、それはいい子なしだろう。何にも知らないで勝手なこと言わないで。よせって。ジルファにも言われたと。こいつらは。私はこの国のスルドを倒せればそれでいい。彼女の仲間の目的だって同じはず。なら力を貸すのが道理じゃないの。それは俺たちの都合だ。それにまずはジルファだ。このままにしておけない。いいよ。え？あの人を助けるんでしょ。私そのために使うよ。あの人に死んでほしくない。立ち上がる。いいのか。男1女2のパーティーか。いやこの2人に囲まれたくねえな。どうなったのかを確かめる。てかこいつがパーティーに入ったからこいつもコスプレさせることができるようになったんじゃないか。こいつは犬耳、うん、猫耳、どっちだろうな。どうしたの。いや、ずいぶん暗いなと思って。当然でしょ、まだ夜が明けてないもの。そこがおかしいんだ。俺たちがシスロリアに来たから結構経つ。いくらなんでももう日が昇っていいはずだ。あ、そうか、カラグリアは違ったもんね。当たり前すぎて忘れてた。ずっと夜なの。あのね、シスロディアには夜しかないの。え、昔からそう。朝が来ても決して明るくは来ない。マジで自律神経おかしくなるぞ。夜は明けない。それはレナの仕業なのか。だから荒んでるんじゃないか、村人の心が。もちろんレナのせいだよ。でも多分説明するよりシスロデンに行った方が納得してもらえると思う。それ鬱ですよ、鬱。わかった。だが今はジルファのことが先だ。
はあ、日の光が浴びられないんだ、この国では。なかなかだね。マジックチャージ、詠唱した術を発動させずにチャージしておける。ほう。術使用時にそのボタンを押し続けることでボタンを離すまで発動待機、さらに R1 でチャージ。チャージした術は次の攻撃や術後に発動し、連携に組み込むことも可能。チャージ中の術と同じ術を詠唱すると上位の術に、じゃあスプラッシュをギューって溜めたらダイダルウェーブになるの？すごいじゃん。未習得の術でも使用できるほか、特定の組み合わせでのみ発動する術もあるので、いろいろ試しましょう。こいつ操作したい。フクロウね。現在マップにフクロウがいるとプルルが教えてくれます。プルルはフクロウに近づくほど大きく反応するので、これを頼りにしてみましょう。シルバ、大丈夫かな。フローって人が息子なら手荒なことはしないよね。そう思いたいが、とても仲が良さそうには見えなかったからな。それにダナ人が蛇の目になれるものなのか。密告に役立つからなれるよ。ダナにもレナにも疎まれるけどね。ジルファの息子がどうしてレナの手先に。まあ、なんかあったんだろうな、親子間で。万物継承の源は6つの聖髄によりて例外なし、されど我ら闇をかき彼ら光をかく、栄章破棄、すなわち全きを縁とする。何をつぶやいているか。ブリーチのあの軌道みたいな。魔法の栄章の練習。栄章？じゃあ今の魔法の呪文なのか。そうじゃないけど、いざって時に素早く正確に発音する必要があるから口を慣らしてるんだ。なるべく使わないようにしてたし。一族でずっと人の目を避けてきたんだったな。リンウェル以外の魔法使いの人たちはどうしているんだ。悪かった、聞かれたくないことだったか。地雷踏んじゃったね。ごめん。そういうのは聞かないのが上等部でしょ。もうちょっと仲良くなってからでしょ。あのさ、私の魔法のことだけど。あまり大っぴらにしてほしくないんだな。うん、ごめん。あの村で使っておいて今更という気もするけど。確かに。それはよせしよう。それはでもちょっと、あの人が。え、シルファが死ぬのが嫌だった。だからもう恋してるやん、ジルファに。リンウェルが助けてくれなかったら危なかった。これ絶対ジルファとこいつのカップリング作られてるだろう。白い翼かわいい。俺こいつの、あの子さっきから動かないけど大丈夫なの。こいつの抱き枕が欲しい。本当だ、どうしたんだろう。来い来い、ほら。しまった。さっきどうしたの。すまないリーメル、フルルがいなくなった。驚かせるつもりはなかったんだが。フルル、フルルならそこにいるよ。どこに。雪しか見えないぞ。擬態。ダナフクロウは警戒すると気配を消すから、他人が一緒にいることになれないのかも。そうだったのか。下手に構っちゃいけなかったんだな。フルルは私以外には懐かないから。おいでフルル。いいね、簡単に人に懐かないのも。多少はアルフェンのことが気になってるみたい。猛禽類って感じだね。一緒に旅をしてるってことくらいは分かってるんだと思う。名前を呼んだら返事をするくらいにはなるかもね。そうか、ペット飼うならこういうの飼いたいな。弱っているわけじゃなかったのね。フクロウとか。ああ、でも餌やりとか大変だろうな。ネズミとかあげなきゃいけないんだろうな。じゃあCP は全回復してる。なんか絵が変わったね。作戦。ちょっと待って、これ。あるシオン。待って、シオンのさ、スキルパネルちょっと見たいんだけど。
あ、1個しか解放できてないんだ。サンダーブレード最初から覚えられる。あ、書き文術なんだ、サンダーブレードって。へー、あ、そう。結構中級くらいのイメージだったけどね。クリティカル時、AG 回復。マジックチャージの強化。コンピューターが果たしてマジックチャージをしてくれるかっていう。まあ、サンダーブレードかな。まずは。で、鳳凰天空が使えるようになった。で、ビジュアルね。これ大事。こいつはウサ耳とウサシップついてます。この子は何だろうね。え、メガネめっちゃ似合う。メガネありだね。あー、ちょっとこれ狙いすぎか、狙いすぎか。いや、メガネ結構好みかもしんないな。本持ってるしな。ちょうどいいんだよ。これでいいや。これで十分。あ、武器スキルなしにしよう。これどうする？どうする？では、メザイ。メザイ224でジルファの情報を聞くのか。そこまで行かないと大変なんだ。頼もう。え、こいつが出たってことはどっかに袋いるんじゃない。いるよね、多分ね、どっかにね。違うの？消えた。ハル？あ、ほら。どっかいる。どっかいる？ん？ん？マジわかんねえ。あ？眼帯左。あ、そうです。これ役立つな、かなり。リンベルアイテム学習。カウンターレイプジャストパンジで瞬時で反応。あー、シャープネス欲しいですね。でも受け身はもっと欲しいかな。シャープネスも。ハロロ、お友達見つけたね。忘れちゃったな。なんかやろうと思ってたんだけど忘れちゃった。しょうがない。静かね。メガネ合う。それらしき人影も見えない。もう連れてかれてしまったのか。ねえ、村の人に話を聞くなら隠れてても意味ないよ。それにどうせ誰かしらが密告すると思う。おい、シオン。その子の言うことはもっともだわ。どうせ私たちのことは知られているんだから、こそこそするのは無意味よ。まだ敵がいるかもしれないぞ。だったら小屋まで追ってきたはずよ。ここにもう敵はいないわ。さっさと住民に話を聞くわよ。強気だね。いつもあんな調子なの？よく一緒にいられるね。俺もそう思う。まったくだ。俺も多分気狂いと思う。こんな言い方村の人に話を聞いてみようよ。まず栄翔の支配者。敵の精霊術でも栄翔がある類のやつは遠くから仕掛けてくる上に威力もあって厄介だな。私
邪魔できると思うよ。邪魔？詠唱している時って心が無防備になるんだけど、その隙に集まった力を横取りする技があるんだ。そんなこともできるの？横取りってどうするんだ？それで自分で好きな時に使えるように取っておける、横取りした力を解放するだけだから、その一回きりだけどね。あとそれをされると集中できなくなるから、相手はしばらく詠唱できなくなるはずだよ。めっちゃ強いじゃん。相手の術を奪える上にしばらく使えなくする。魔術師殺しじゃん。リンウェルの魔法はそんなことまでできるのか。一族秘伝の奥義だからって学ばされたんだ。この先詠唱する強敵に出くわしたら、リンウェルの力が鍵になりそうだな。これリンウェルをさ、難しいけど頑張るよ。操作した方がなんか効率的に倒せるんじゃないか。てかさ、今までのテイルズだったらさ、ここの操作キャラ変えられるんだけどさ、変え方わかんないんだよな。転生、いや変えられないか。なんかそれも楽しみの一つなんだけどな。いや変えられないか。マジか。パーティートップ変更。リンベル。きたー！入れたー！やっぱこれじゃなくちゃ。で、ちょっとリンベルプレイしてみるか。ま、エアスラスプレ先行。やっぱやめた。そのプレイは、あ、これでいいや。アルフェンで。で、ここの操作キャラだけ、リンウェルにしとく。見た目が好きだから。メザイの若者。なあ。ずいぶんそわそわしているが、どうしたんだ。おい。まさか誰かを密告しようとしているのか？それともされそうなのか？違う。じゃあなんで？ズーグルが、ズーグルが邪魔で、また黙っちゃった。ズーグルが邪魔。村の外のどこかに行きたいってことか。でも勝手な移動は禁じられているし、そんな危険なことするかな。それともよほどの理由があるのかな。やっぱり見ず知らずの相手には話したくないみたい。悪い人じゃないとは思うんだけど。そうか。なんとかしよう。よし。よし、それじゃあ、ズーグル大事だ。え？え？どういうこと？そのままの意味さ。村の周りのズーグルを退治するんだ。どう転んだって彼の損にはならないだろう。それはそうかもだけど。あ。いいさ。俺たちが勝手にやることだ。無理に話すことはない。どんだけいいやつなんだよ、こいつ。優先表示、あ、いいよ。優先表示しようか。そこか、何じゃ。ウルフ7体。とりあえずちょっとこれ終わらせてからにしようか。すぐ終わるし、ウルフ7体なら。俺ちょっとさ、銃も使ってみたいんだよね。自分でやらないといけないのか、それめんどくせえな。いいや、やっぱ俺には殴る蹴るがお似合いか。操作キャラだけは女の子にしよう。かわいい。で、言われてたのはあいつか。とりあえず3体。邪魔よ。炎よ、炎よ、天空かっこいい。宝天かっこいい。そうだった、宝天空覚えたの忘れてた。宝天空かっこいい。
さと片付けます。はい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 。あわ、大天空。終わりだ。宿りだぞ。どこだ。炎よ。大天空。まだ終わりだ。来たよ。頼まれてた奴が。ルルが隠れてて。終わりだ。ずっとこれしか使わない。スプレッドなんか使うなよ。そんな効かないだろう。弱点ついてくれよ、せっかくなら。大丈夫、大天気で殺せ。よし、これくらい倒せば少しは安全に通れるようになっただろう。それで感謝してくれるかな、あの若者。フルル、お友達がいるの？え？奥の家って。リンウェルの魔法って毎回呪文を唱えないといけないのか？うん、呪文自体に何か力があるわけじゃないけど、詠唱することで精霊力を練り上げていくんだ。時間はかかるけど、その分強い力を呼び起こすことができるから。唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだ？それはやり直しになっちゃう。集中が途切れると集めた力も散っちゃうから。じゃあこいつを邪魔させないようにしないといけないんだね。じゃあリンウェルが唱え始めたら敵に邪魔させないようにしないといけないんだな。うん、お願い。あ、でも一つ奥の手があるよ。ベラベラ喋るな。私、詠唱が終わってもね、一つだけなら発動しないまま魔法を手元に置いておけるんだ。それって使うときはいきなり使えるってことか。ストックね。すごいな。めっちゃ強いな、うん、それ。まだうまく使いこなせないけど、きっと役に立つと思うから。この袋可愛すぎる。このキャラクター好きだわ。袋込みで。や。いや。またしたな。見つかる範囲で辺りのズーグルを出してきた。少しは安全に道を通れるようになったはずだ。え？じゃあな。あんたが何をしたいのか知らないが、うまくいくといいな。それじゃ。あ、待ってくれ。なんでそのあんたらは。何の得にもならないのにこんなことを。あんたがズーグルに食われるかもって思ったら嫌な気分になった。それだけさ。そんな理由でズーグルと戦うのか。蛇の目だっているのに。誰かが死なずに済むのをそんな理由とは思わない。こいつ生まれながらにして主人公だな。あんたたちここに来る途中、山小屋のよろず屋に会わなかったか。うん。ああ、そういえばあんた彼に用があったのか。結婚したい人がいるんだ。は？そっか、それでよろず屋さんに作ってもらいたかったんだ。そういうことね。なるほどね。今のでわかるのか、リンウェル。すごいね、乙女センサーがキャッチしたんだろうな。うん、あのね、フクロウをかたどったお守りに大切な人への思いを込めて送るの。エンゲージリングみたいなもんだな。この国に伝わるすごく古い風習、まだ覚えている人がいるとは思わなかったよ。変かもしれないが、シスロディアがこんな、だからこそ、思いを形にして渡したいんだ。ロマンチストだね。うん、とても素敵だと思うよ。でも待てよ、よろず屋ならこの村にもいるんじゃないのか。山小屋のやつは俺の幼馴染。あ、そうなんだ。大切なお守りだ。俺どうしてもあいつに作ってもらいたかったんだ。そりゃそうだね。なるほど。そうだったのか。なら十分体張った甲斐があったな。この国の人もそういうことをするんだって知ることができてよかったよ。ありがとう。俺もあんたたちのこと忘れないよ。あざー、オレンジ組2個 ありがたいね。うますぎる千歳や。メザイ224。変わった名前だな。メザイっていうのは
小さい村を示す符号みたいなものだよ。地名じゃないのか。じゃあ224は、うん、管理のためのただの投資番号。ああ、やっぱり地名すら管理されてる。囚人番号だ、やっぱり。うわ、サブ入れめっちゃあるやん。とりあえず全員話しかけてみるか。また身内が一人連れてかれちまった。しょげー、困っている人がいるみたい。よし、話を聞いてみよう。指が凍りつきそうだ。そっちの巻き割りは終わったのか。ああ、次は家畜に餌をやらないと。俺も旗織りとかができたらよかったのに。家にこもる仕事はその分疑われやすいんだ。寒くても俺はこっちの方がマシさ。楽だけどリスキーってことな。あんたたちがどこの誰かなんて知りたくもないわ。私に関わらないでちょうだい。しつこいと通報すればよ。どうしたの？ヒヒヒ、人の話を聞き逃さないようにしないと。褒美を逃す手はないからね。まあ長く生きた人ほどそれだけ辛い目にあって、少年も腐っちゃうってことだね。あ？お前ら怪しいな。どう見てもこの村の人間じゃない。こういう時は通報するのが決まりなんだが、さあてどうしたもんかな。なあ、余計な争いはしたくない。黙って通しちゃくれないか。執行隊に伝えれば褒美がもらえる。あんたらは何をくれる？何？何も渡す必要はないわ。黙らせる手は他にもある。よせしよ。お優しいこと。よし、何があればいいんだ。おう、そうだな。そうだ、食い物、野菜と果物を持ってきてもらおうか。レタスなら持ってるぞ。村で栽培してるひょろいやつじゃダメだ。外に生えてる野生の生きのいいやつだぞ。レタスとリンゴを渡す。これでどうだ。これでいいのか。おう、なんだ持ってるのかよ。まあいい、さっさとよこしな。ムカつく、この、なんつうんだろうな、口かな？こいつ口元がムカつくわ、なんか。おぉ、みたいな。あ、もらって当然、みたいな。この、口？ムカつきます。これで騒がないでいてくれるのか？ん？ああ、そうだ、約束だからな。約束。そうだと思う。怪しいね。こういうやつは信用できないね。そういえば村でも栽培しているのに、どうして外のものにこだわるの？あ？言ったろ、外のは息がいいって。村の土はもう痩せちまってる。なるほどな。でも勝手に村を離れるのは禁じられてるし、第一ズーグルもうろついてるからな。それで私たちに差し出させたってわけ。いい性格してるわ。せいぜい味わって食べることね。あ？食べる？バカ言え。そんなもったいないことするもん。どうするの？ん？食べないなら何に使うの？はぁ、たくましいね。でも売りつけるに決まってんだろ。欲しがるやつはいくらでもいる。なるほどな。こういう土地だからこそ、知恵をつけなきゃいけないんだな、生きていくのに。やれやれ。片棒担いでしまったらしい。まあ、それは悪いことじゃないからね。この調子では雪解けは遠そうね。欲しい人がいるんなら、いいんじゃないか、別に。転売ってわけでもないし、聞いていた通り、やってることは転売だけど。ああ。ずっと他人を疑い続けると、あんな風になってしまうのか。まるで、厳しい寒さが、住む人の心までいてつかせているみたいだ。詩人だね。この先の森を抜ければ主婦シスロデンだ。逮捕されるかズーグルの餌にならなければの話だがな。なるほど、この先か。宿屋っていうかキャンプ地がある。一回ちょっとキャンプ地で休むか。落ち着きなさい。くそ、まだジルファの行方をつかんでないでしょ。まあ、RPG ってこういうもんだよ。ちゃんと行くべきところに行けって言われてる。仕方がない。ほらほらほらら。おほあ、おほこいつ違う、どれだ、おほどこだ。困っている人はいないか。何にでも首を突っ込まないで。え、どこ、え、見えないんだけど、調べるがあるけど。え、どこ？あ、これか。狼耳。狼耳だって。気高く、たけだけしい狼の耳。え、狼の耳、合いそう、この子に。
お友達見つけたね。ふるる。眼帯無理。犬耳。いや、ちょっとごめん、違いがわからない。一緒、ちょっと色が違うくらいか。ない方が好きかもな。つけない。あれ、反応してる人いるな。耳タイム。つけた方がいいか。縁メガネでも十分可愛いんだけどな。じゃあちょっと今日は一日これつけさせていただきましょうか。狼耳。あ、可愛い、いいじゃない。まあでもなんかちょっとウサ耳もいい気がするけどな。猫耳。いや、これちょっとやりすぎだね。ね、可愛いね。ちょっとウサギ耳は可愛すぎ、ちょっとやりすぎな感じするね。狼耳くらいがちょうどいいな。やっぱこいつはウサギが一番合うな。よし、これでいきましょう。このコスプレを楽しめるのもテイルズの醍醐味ではある。近寄らないでくれ。こっちまで疑われる。あっち行けというのがわからんのか。他の連中に勘違いされるだろうが。なるほどなるほど。これがね、またいいんですよ。面白いんですよね。あれ、メール。こいつか。サブイベ。とりあえず今日サブイベだけ終わらして、明日につなげたいというか、今日は終わりたい。あんた、よかったら、シラジン、負けてくれないか。シラジンってなんだ？ん？シラジン？リンウェル知ってるか？うん。お酒の名前だよ、確か。こいつのさ、この仕草っていうかさ、ちょっと女の子しすぎてるな。ちょっとそりゃやりすぎじゃない？ち、当たり前だろ。なんだよ、よく見たらお前らよそ者か。ち、通報される前にどっか行っちまえ。急に態度が変わったぞ。無理ないよ、みんな近隣、隣近所でさえ疑いながら暮らしているんだもん。なあ、女の子があざとすぎると嫌悪か嫌悪からできない。まあ、ちょっとやりすぎなのは良くないからね。ほどほどなのが、たまに見せる女の子らしさがやっぱりね、キュンなんじゃないですか。なあ、あんたどうしてその白人って酒が必要なんだ。酔いてえからだろ。ん？現実から逃げるためだろ。レナがいようといまいと生きていくために働かなきゃならん。けど白人なしじゃこ、ああそうなんだ。ロシアと一緒だね。ウイスキーだっけ、ロシアってなんだっけ、テキーラか。テキーラで体を温めるのと一緒だわ。お酒を飲まないと凍え死んじまうんだ。うん。ただ飲むんじゃなくて寒さをしのぐためなんだな。あいにく白人そのものは持っていないが、何かできることはないが。うん、ああ女の子だな。うん、見返りよこせなんて言ったりしないよ。おお、本当か。なら白人の原料をくれ。ズーグルから取れるやつだ。俺持ってるぞ、多分。うん。ズーグルの素材にそんな使い道があるのか。奥が深いんだ。取ってこようってことはまだ持ってないのか、俺。よし。あいにく持ってはいないが、取ってくるまで待てるか。そりゃ待つしかないけど、いいのか、ズーグルだぞ。いいぞ。困ってるって知ってしまったしな。放っておくのも落ち着かないってだけさ。それに凍った地面を耕すよりズーグルの相手の方が楽だ。火の酒。え、何を取ってくればいいんだろう。それを教えてよ。ズーグルで酒を作るなんて意外とたくましいんだな。少なくとも占領されてからの話ってことだもんね。え、でもさ、蛇の目に睨まれたりしなかったんだろうか。むしろお酒で機嫌を取ったりしてたのかもね。今までの敵でこれを落としたやついないってことは、多分戻っても確保できないってことだよね。じゃあ先進んじゃおうかな。ああ、これ牛の糞だね。ミルクかい。なんだろう。それ勝手に取っちゃいけないんじゃないか。ライフラインなんじゃないの、こいつらにとってミルクは。あんたたち、執行隊が連れてった人の仲間だろ。出てってくれ。巻き込まれるのはごめんだ。おい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 。すぐ出ていくから質問に答えなさい。喧嘩っ早すぎる。その執行隊はどこに向かったの。シスロだ、シュフだ、
そう言ってた。やっぱり。しかし、メガネいいね。なんでこんなことに。合うね。ここしばらくこの村で騒ぎなど起きたことなかったのに。これ以上は時間の無駄のようね。お仲間を取り戻したいなら急ぐことだ。シスロデンに連れて行かれて戻ってきた奴はいないんだ。おい、やめとけ。せっかく助かったのに。構うもんか。密告したきりゃすればいい。あ、こういう人もいるんだ。シスロデンは収容所なのか。主婦なんだろう。主婦だとも。だが同じことだ。移動を禁じられてる俺たちにとってはな。まあね、牢屋みたいなもんか。兄弟も蛇の目に連れて行かれてそれきりだ。なんか労働力にさせられてんじゃない。きっともう生きちゃいない。いや、多分生きてるよ。殺すのもったいないもん。だって行けよ。それで一人でも多くの蛇の目を殺してくれ。俺が支配者ならそう簡単には殺さんぞ。シスロデンへ。ほな行こうか。ルディールの森を抜ける。多分ね、このルディールの森で大地の主根を落とす敵が現れるんじゃないか。まあ今日はルディールの森手前だな。手前まで。あ、ここの人たちにとって蛇の目というのは本当に恐ろしい存在なんだな。スルド・ガナベルトの手先として実質ガナベルトさ、この国を支配している奴らだからね。横文字多すぎ。目をつけられたら最後。そしてジルファはシスロデンか。途中で追いつけるといいが。私はもともとみんなをシスロデンに連れて行くつもりだったわけだけど、一つ忠告。何ですか？忠告？シスロデンへはこの先にある森を通るんだけど、すごく危険な場所なの。はいはい。ズーグルか。うん、狼のね。ひときわ大きいのが群れを率いてる。私も雪道に襲われて、それで仲間とはぐれたんだ。ありゃ。わかった、気をつけよう。心してかかれっちゅうことな。オケ牧場。ちょっとここで危険な森に挑むんだ。準備はしっかり整えておこう。ファーストトラベルポイント追加。回復して、起きて、セーブして、キャッシュ行くかな。リンウェル、怪我をしたらシオンに言うんだぞ。他人ばかり見てられないわよ。うわ、冷たいね。やだね、女の子同士ギスギスしちゃって。挟まれる僕の身にもなってもらいたい。休憩かな。野営地で休憩するとき、仲間と過ごすことで絆を深められます。絆が深まるといいことがあるかもしれない。あ、びっくりした。誰と一緒に寝るって感じのかと思った。さすがにビビった。寝る前に誰と過ごしますか。シオンしか選べないね。リオン、リンウェルはブブーブブーってなってる。シオン、シオン、少しいいか。俺は本当はリンウェルと過ごしたかった。休もうとしてたのに何か用？いや、用というほどのことじゃないんだが。ならもう横にならせてもらうけど。なんだこいつの。少し話すくらいのことがそんなに面倒か。逆に聞くけど、あなたはなんでそうすべきだと思うの？なんでって。あなたのことが。普段から話してないと。だから。いざって時に困るかもしれないし。いざって時って？急に具合が悪くなった時とか。治癒術を使えば済むじゃない。シオンはそれでよくても、頼みたいやつは言い出しにくいかもしれないだろ。確かに。必要ならそう言えばいいだけだわ。私が意地悪して断るとでも思ってる。終わりそうじゃん。そういうことを言ってるんじゃない。じゃあ何なの、ね、なんか可愛いよね。回りくどい言い方はやめて。俺が言いたいのは、つまりこっちトゲトゲしいけど、でもこういう一緒に行動するなら、いがみ合ったままより、わかりやすい性格なら結構好きか。そうでない方がいいに決まってるってことなんだ。よくわからないわ、でもあなたがそういうことを気にしているというのは分かった。あなたに余計な負荷をかけたいと思っているわけでもないし、目が悪いやつじゃないんだよな。できる範囲で
もう少し話す機会を設ける。これでいい？ああ、十分だ。なら今日はもう休ませてもらうから。お休み。いや、そうなんだよ。ちょくちょく見せんの、そういうところ。少しは分かってもらえたのか。自分に利益がないと回復術を使わないみたいなこと言ってたのに、傷ついた子供がいたら真っ先に助けてあげたりとか、なんつうんだろう、ヤンキーが子犬助けるみたいな、そういう部分がね、ちょくちょく垣間見えるんだよね。そろそろ休みましょう。それを狙ってやってるかどうかなんだけどね。俺まだ信用できてないぞ。それでいつまでこうしてるつもりなの？ずいぶん悠長に構えてるように見えるけど。別に悠長になんて構えていない。そうならいいけど、またすべきことを忘れたのかと心配になった。損してるよお前の。その言われなくても分かってる。アルフェン、こっちは準備できてるよ。ああ分かった。寝る前も話し込んでたよね。え、あの光目と何話してるの？いや、気持ち焼いてる。特別なことは何も、ただ話せば少しは打ち解けられるかと思って。なんで？レナだよ。ああ、協力し合ってるのは知ってるけど、仲良くする必要なんてないじゃない。やっぱりそのこの先も当分一緒に行動するんだ、ね、ずっといがみ合ったままじゃまずいだろ。本心で嫌いなわけではないんだけど、でもやっぱ、ね、どっちかが命令するだけじゃちょくちょくイライラさせ、俺たちがされてきたのと同じだ。させられる。できることならお互いのことをちゃんと分かった上で対等に協力したい。だからってリンウェルはでもあれだね、大体向こうもそんな気はなさそうだけど。根強いね、恨みが。ジルファがいなくなった途端、このざまか。こんなギスギスしてたんじゃ、まとめ役がいないから勝てるものも勝てないけど、どうすればいいんだ。ジルファが恋しいよ。とにかくもう少し話を重ねてみるしかないか。お前がジルファになるしかないぞ。来た、リンネルか、アルフェンか。アルフェン、ちょっとスキルパネル解放されすぎだな。敵を倒したときに R1 でカウンターレイド。はい、あざす。飛天ショーク使いたい。飛天ショークから覚えたいな。リンウェルは500溜まっているので、あと2でマジックチャージいけるんだけどな。でも弱点部位の方がいいか。いや、マジックチャージだな。あ、来た！栄翔寺耐久力アップ、これ大事です。はい、大丈夫。で、次は、ルーナイエシェット。ちょっと発音むずいかな。トキシクス、グレイシャステラ。ああ、水氷か。でも水氷は多分ね、当分使わないと思うんだよな。なんせ敵が氷だからね。でも水も使わないと思うから、これ後回しだな。トキシクスか、ルーナイエシットか。最後の一発。いやでもこれは自分、これだな。相談数アップだな、次は。この子はじゃあ相談数アップで。アルフェンは、起点しようかな。400まで。頑張って貯めましょうと。先を急ぐわよ。ちょっと、まずちょっとこいつと話して。道は険しく、危険は数知れない、望むなら助けになろう。アイテムを買う。パナシーやライフ。オレンジ組買わしてくれよ。オレンジ組買いたい。卵3。今、卵高いからね。はい、これいらない。うわ強っ。獣皮、獣皮の獣側の武闘服、これ強いじゃん。760円か。買っとこうか。で、今着てるやつを売ればそれなりの金になるんじゃないか。これいらない。はい、これもいらない。はい、こんなもんかな。で、武器作成、武器を作る。何が足んないの？コアのかけらか。異様なコア。
多分この先で手に入るんだろうな。ゲイルウィング、グランドトゥース、グランドトゥースありですね。まあまだ作れないでおこうかな。あ、でもだいぶ上がるな攻撃力。うわ、しかも俺第一の手根結構持ってんじゃん。多分今までの敵が落としてるな。ちょっと待て、あ、でもちょっと時間が、ちょっと裏で大地の手根集めとかしたりしなかったりするかもしれません。とりあえず今日はここまで。では次はルディールの森を抜けるから始めていきたいと思います。今日はここまで。ではでは、明日が大雪なら明日一日中ゲームができるので進めていこうと思います。じゃあ、かわいい。おやすー。